はい、皆さんこんにちは。こんにちは。さあ、本日も、日本撮りの2本目ということで、はい、先日の有明アリーナのね、この試合また切っていきたいと思います。はい、武井選手もね、今回出られたということで、ちょっとこのお二人に切っていただきましょうか。はい、はい、じゃあ今日も忙しいところよろしくお願いします。わっしょい。お、決まった決まった。さあ、余談がいっぱい入りましたが、どうしました、ね、大丈夫です。年です。40にもなるとやっぱり。はい、さあ、今日お二人に切っていただきたい、武井選手のね、はい、今回はキャッチウェイトで試合をしておりますが、さあ、この試合をね、じゃあお二人に切っていただきたいと思います。さあ、今日切る試合は、お願いします。これです。はい、武井良樹選手ね、はい、OBF のタイトル返上したんですかね、武井選手ってね。あ、そうですね。ね、チャンピオンっていう、コールじゃなかったですもんね。だからもうバンタム級で世界をね、本当見据えてるのかなっていう感じなんですが、54キロ契約で、試合をしまして、武井良樹選手と、ベルナルドでよかったでしたっけ、ベルナルド選手ね、フィリピンのバンタム級チャンピオン。違ったらごめんなさい、後でテロップ入れます。もう最近あの 3B チャンネルテロップが多くて入れておきますんで、よろしくお願いします。の、試合がありました。はい、はい、お二方ともご覧になられたと思いますが、はい、さあ、今回じゃあワイソンから来ましょうか。はい、はい、武井選手どうでした。どう、まあどうなんですか。打ち合いで、はい、まあスリリングで面白い試合ではありましたね。武井選手の試合は見てて面白いですよね。まあ面白いです。パンチ力ありますから、そうですね、魅力的ですね。分かりやすいっていう、河村慎吾選手だけ倒された前、あ、失神で、うん、あのイメージがあるんで、まあ、振り回しても十分勝てるんだろうなっていうのを思いましたけど、うん、まあでも最後はね、上から下っていうね、お手本のようなもうモンスターと別です。この下から上じゃなくて、うん、上から下のボディ、そうそう、めちゃくちゃ痛そうでしたけどね。時間差で倒れてましたね。スローでやってももうすごい、うん、そうそうそう、打ってますから。相手も結構イケイケだったんですけどね。結構ね、いい感じにしてましたね。すごい振り回してました。うん、で、まあ、結構ね、ジャブもうるさく出してたし、相手は。はいはいはい、はい、うん、でもあれね、本当は付き合ったらダメだっていう話を聞いたことがあるけど、どうなんですかね。そうですね、なんか結構その立ち合ってから、そのお互いその距離をあとはこう、なんていうんですかね、手を出していて、はいはいはい、相手のも結構ジャブ出していて、はい、なんか入らせるようにしたんですけど、はいはい、武井選手がやっぱそのジャブが少ないですよね、やはり。なので、まあ、なんていうんですかね、分かりやすいんですよね、入り方が。はいはいはい、なので、ジャブがないので、どうしてもこう、一回ボーンっていってしまうので、はい、カウンターボディ選手と合わせられてしまうので、うん、河村選手の時もそうだったね。あ、いきなりフック、ピョンガンってやって、はいはいはい、倒して。まあね、怖いですね、ああいう戦い方は。そのパンチあるからもちろん、いつでもひっくり返せるからいいと思うんですけど、うまい技巧話だとやったら結構やっぱ怖いかなと思います。うまいから技巧派、技巧派。危険が危ないみたいなもんね。頭痛が痛い、ね、曲がりカーボみたいな。久しぶりですよ。僕もいろいろ下手な技巧派いないよね、気をつけてるんですけど。下手な技巧派いないですよ。なんつって、ケイさんのモンスターの番組の時あれですよね、一ユーザーで笑いながらですよね。一番ですかね。一番なんか使ってるんですか。何のユーザーですか。シックスパッド使ってるんです。その、うまい技法はっていう、その、ツッコミがあった。より強調させたんですよ。ユーザー、ウィニング、ウィニングも使ってないじゃないですか、ケチって。何ですか。グローブとかも、ウィニングないでしょ。モンスターウィニング、メーカーメーカー、ね、ボクシングやったウィニングってやっぱいい値段しますもんね。いや、めっちゃ高いですよ。そうなんですよ。物はいいですもんね。めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。なるほど。今回54キロでね、ほぼバンタムウェイトでやってますけど、はいはい、どうですかね、減量なんか僕はきつそうに見えたんですけど、まあ動き的には問題なかったですか。許容範囲じゃないですかね。まあ、ギリギリじゃないですか。そのできない階級ではないなと思いましたね。まあ、全然バンタムでね、はい、パンチ力はやっぱあれですね、1回転を越すんで、すごい脅威ですよね。脅威ですね。そうですね、やっぱ強いですよね。うん、
基本的にそのボディで倒れるって、まあ、そのボクサーで言えば全般なんですけど、はい、恥なんですよ、ボディで恥ずかしいですよ、めちゃめちゃ恥ずかしいですよ、本当に恥ずかしいですよね。なんで、はい、それで倒れるとはやっぱよっぽど強いですよね。なるほど、はい、武井選手のパンチが、うん、ただ強いんですけど、やっぱその攻撃やっぱその単調なんですよね。うん、さっきあの和田さんがちょっと言ってましたけど、あの番組じゃないとか言ってましたけど、そのキックボクサーってそのジャブじゃなくて蹴りがあるんですよね、前蹴り。あ、はいはいはい、前蹴り方でもこうやって振り回していくと思うんで、うん、そのジャブから行くっていうそのなんていうのこう概念があんまりないかもしれないですね。そうですね、はい、なのでその武井選手も結局そのもうジャブじゃなくてもうこれはもう攻撃なんですよね。なのでそこから行くっていうのがあるので、やっぱ分かりやすいっちゃ分かりやすいので、ステパンチがないっていう、そうそうそう、もう全部当てにいってるってことですか。そう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 、当てにいってるんで、やっぱボクシングってやっぱ強弱つけないといけないですし、そうですね、ジャブってほとんどその要はそのジャブで、まあそのジャブがその攻撃なのでまあモンスター以外いないと思うんですけど、ジャブって基本的にそのまあ攻撃を掴むための手段なんで、それがやっぱ武井選手ないので、うん、ちょっとあのまあ上手い選手だとやっぱ怖いですね。なんかその辺あれですよね、読まれたら結構、そうです、読まれたらカウンターされるとかですよね、はい、パンチがある分その分反動でやっぱもらったら倒れてしまうので、あ、そうですね、カウンターになったら現状や世界ランカー上位であったらちょっと分が悪いなってことですか。そうですね、なのであの今回相手もそこ、まあ、多分今回多分相手が多分ちょっと上手い選手だったら多分それは多分上手いマッチメイクだと思うんですよ。なので多分上手い選手だったと思うんですけど、まあ、そこまでちょっと途中危なかったじゃないですか、フックステートで。危なかったですね、ストレートをまともに回ったりとかね、はい、してましたもんね、はい、それは多分クリアしたので、多分もう一戦目のなんかああいう上手い選手やってほしいなと思いますけどね。だああいうその、なんていうんですかね、もう当たったもん勝ちみたいな試合じゃなくて、そうですそうです、そういうふうにあのテクニックで来る選手をね、どう崩すかっていうのは、そうです、そういう選手を、クリアして多分世界行ってもらったらいいと思うんですけど、今まだ一回世界行くとちょっと怖いかもしれないですね。そうですね、はい、この間あのケイさんと話した、例えばバンタム級で本当に、はい、あのテクニシャンというと、はい、あの今アジアパシフィックの西田選手ね、はいはいはい、西田選手みたいなタイプだったら結構、ね、武井選手ね、もしかするとあしらわれる可能性も、可能性もあるんですけど、うん、ただやっぱ武井選手はパンチ力あるので、うん、そこはやっぱ、まあ、魅力的なところもあるんですけど、うん、まあ分かんないですよね、うんうん、勝負、僕はじゃあ西田選手と武井選手がどっちかって言ったら、うんうん、まあ、ここもちょっと、まあ、よく見ないとまだ分かんないかもしれないですけど、今、そのパッと思ってたのは、じゃあ、西田選手、うまいかもしれないですけど、多分倒されるんじゃないかなというふうに思っちゃうんですよね、うん、僕は武井選手。ああ、なるほどね。あのパンチ力、すごい強いんで。武井選手がもう、いつ捕まえるかって感じですか。そうそうそう。その判定だと分があると思うんですけど、多分、KO決着だったら、武井選手だと思うんですよ、僕は。でも、比嘉大悟選手、完封してますよね。そうなんですよ。比嘉大悟選手は、まあ、階級の壁ですよね。ああ、フライから、はい、そうか、ああ、そうですね、スーパーバンタムから落としてきたって言われると、その体格的なハンディキャップはそんなにないのかっていうところですかね。はい、でも西田選手も結構大きいんですよ、170以上あるしね。ああ、そうですよね。だから、でも本当実現したら面白いですね、僕は個人的には見たいですね。はい、逆にそれで勝った方が世界っていうのがいいかもしれないです。そんな簡単に切るバンタムの世界って。でもバンタム今いないよね、階級でも。WBA があの拓磨選手です。ああ、そうそう。で、あと、WBO でしたっけ、あのモロニーが、ね、ついて。ああ。ですね。だから、どうすかね。本当は、でもその辺の、方々と戦ってね、世界っていうのは全然ありかなと思います、ね。そうです、はい。まあ、だけどあれですね、その、経験者の、川さんが、ケイさんが、そうやって弱点というか、ダメなところを見抜いてやってるのに、果たしてそこをついてこられないかなっていう、日本人選手で、対策、武井選手の、ついてくると思いますよ、うん、ついてくると思うんですけど、だからそのもしその仮でその西田選手とやるってなって、うんうん、西田選手がその弱点ついていたとしても、僕はパンチをくれたら、こうねじ伏せたんじゃないかなというふうには思いますね。ああ、ケイさんはそう思います。僕はそうなんです。ああ、僕逆ですね。本当ですか。うん、僕多分今の西田選手だったら多分もらわないような気がするんですよ。本当ですか。どっちかって言ったら天心選手に近いじゃないですか、西田選手って動きが。ああ。じゃあ天心武井ってやったら今の段階で言ったらどうです。武井選手勝つんですかね。ここ難しいところですよね。
なんかその辺って本当じゃんけんぽんじゃないですけど、どうなるか分かんないですね。そうですね、うん、天心選手と武井選手だったら今やったらどうですかね。僕はでも、天心選手が勝つような気がしますね、判定で。なんかあね、あ、はい、足立っちゃうような、そうですね、うん、気もしないでもないですけど、ラウンドオスにもよると思うんですけど、ただ当たったら武井選手ですね。4勝ちじゃないか、4回勝ち8と6とかね。あれ、ほら天心選手まだ8回戦ですね。次8回戦ですよ。もう影響上がってますから、ね。上がってます。うん、影響上がりましたね。あ、じゃあ12はできるそうですね。だ逆にその武井選手だったら、今 OPBF かな、あの栗原選手みたいなタイプだったらもうパンチ勝負なんで結構ブイのかもしれないですけど。そうですね。うん。西田選手とかさんは天心選手だったらちょっと分かんないかなっていう感じがありますね。そうですね。だからそういうかね、選手を崩していく中では、さっき K さんが言った。ジャブですよね。ジャブが本当に使えるようになるかどうかってことですね。ジャブですね。なんかモンスター見てると本当ジャブですよね。いや本当ジャブです。どの距離でもやっぱ、どの距離ね。あのどの相手でもやっぱジャブだと思います。相手がサウスポーとか遅くするのは。そうですね。絶対ジャブだと思います。うん、そうだと思いますよね。わかりました。まあでも今後多分バンタムでね、いろいろ世界を狙っていくのかなと思いますんで、はい、またちょっとね、武井選手の動き。もう練習再開してるみたいですしね、あの SNS 見ると、はい、もう合宿参加してるみたいなんでね、他の選手も。すごいですよね。ダメージなかったんでしょ、ほとんどノーダメージだったんでしょうね。はい、でもまあ、とあるプロ選手に、今日から練習ですって言うから、すごいですねって言ったら、いや、僕、職業ですからって言われて、もう、確かに失礼なこと言ったら、もう確かに、反省したことなかったんですけど、一回。まあ、確かにそうですね。はい、そうです。仕事ですからって。確かにそうですね。そうですね。僕はサーカーでしたみたいな。確かに。そうだよね。そうですね。仕事だったらそんな簡単に休めないですよね。そうですね。確かにそうですね。まあ、下がっていってしまいますからね。うん。あの、休んだ分。そうですね。わかりました。じゃあ、武井選手ね、はい、また 3B チャンネルも注目していきたいかなと思います。はい、はいはい、じゃあ今日も決め言葉いきましょうか。おわとがよろしいよ。好きっすよ。もう最近これでやろうかなと思います。はい、さあ、今日もお忙しい中、ありがとうございました。はい、いつも 3B チャンネルをご視聴いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。よいしょ、マジで。よいしょ。はい、ケースから3つのお願いがあるんです。はい、1つ目は、マイトさんお願いします。チャンネル登録と友達を紹介してください。お願いします。友達に紹介すると、ケースさんからサインがプレゼントされます。でもいらないです。2つ目は、ケイ君。声ちっちゃい。その、Kさんの秘密系なんで、3B チャンネルを応援していただけたらと、Kさんが喜ぶんで、よろしくお願いします。まあ、いい意味ですね。で、3つ目は、彼女を募集中です。よろしくお願いします。いやいや、別に自分だけ。違いますね、ちょっと。コメントをぜひお願いします。お一人一人必ず返しますので、ぜひお願いします。アンチ問わずお願いします。はい、アンチも待ってるぜ。お願いします。